<laughs> えっとスマホの写真のあの子はあ今日約束してたのは君だよね時間より遅れちゃったごめんごめんうんそうだよ俺が都築蓮太郎 トライアル期間中はよろしくってこれは外で話す話じゃないねとりあえずマンションに入ろうかそういえば君の荷物はそれだけ俺よりずっと少ないねああ俺は君と真逆だね俺も前日に支度はしてたんだけど家を出る時になったらあれもこれもってなっちゃってさ 荷物貸して、持つよ。わぁ、かっこいいね。私の方がお手伝いしますよ、だなんて。挨拶もまだなのに、惚れちゃいそうなんですけど。なんて。じゃあさ、この箱を持ってもらってもいいちょっとした手土産。中身は開けてからのお楽しみってことで。そうそう。 わからないことってドキドキキするでしょ。俺はそういう「ドドキドキしちゃうことが好きなんだ。これは何だろう?」って考えてもらう時間とかも含めてね。ははわかるってだって渡した瞬間から難しい顔してるし「なんだろう?」って一生懸命考えてくれてるみたいで嬉しいよ。まどちらにしても着いた時には頃合いだと思うし。 ヒントを上げすぎちゃったかもそれよりほら行こうここがリビングか新婚さん向けだけあって広いね設備もしっかりしてるし。 お茶そうだね少し喉が渇いたかもけどお茶くらい俺が入れるよ君は座って待ってていいからいいからここは俺に任せてコーヒーとこちゃどっちがいい了解 ああ、そうださっきの箱開けてみてくれる気になってるんでしょフフソワソワしてるのは伝わってきてたからねあんまりじらしちゃうとかわいそうかなってだからどうぞ遠慮なく開けちゃってタルト嫌いじゃなかった 美味しそうってことは、見た目は合格ってことだね。君の好みがわからなかったから、今回は、俺が一番好きな、リンゴを使ったタルトにしてみたよベースはタルトタタン、花びらはリンゴでできてて、綺麗なバラの形にしてみた。ベタだけど、女の子に初めて会うなら、花束かなーなんて思ってさ。 写真あもちろんいいよ真剣な顔しちゃってそんなに気に入ってくれたのそのケーキは俺の手作りだよ言ってなかったっけ俺パティシエなんだ普段はブライダルケーキなんかを作ってるそうそう職人さんなんです <laughs> 君はどんな仕事をしてるのというかどうして君みたいな可愛い子がこのサービスに参加してるのか疑問なんだけど1ヶ月の疑似結婚サービスっていうのは確かに画期的だとは思うけどそこまで心惹かれたのはどうしてなのかなってさ。うん、うん えー、家族に勧められたんだキャストはブライダル業界の人間だし契約面もしっかりしてるから試してみてもいいっていうのは寛容な親御さんだねうーん俺が君のお父さんだったら嫁にはやらんってなってたと思うしああうんさっき話した通り俺はパティシエをしてる。 このしゃべり方のせいか君の言う職人さんには見えないって言われたりもする。おしゃれさんって。<laughs> ありがとう。けど一応打ち合わせで話したりもするしある程度洋服には気を使ってるから嬉しいよ。